おはようございます。こんにちは、こんばんは。塾長です。10月17日日曜日は、カラオケ文化の日。全日本カラオケ事業者協会というところが、10月の17日にできたということで、この日をカラオケ文化の日と呼ぶことになりました。カラオケというのは、からのオーケストラということですね。まあ、からという言葉がついてるわけですから、これは日本語です。だからカラオケは日本で生まれたわけですね。生でオーケストラを入れる演奏、生オケっていうのに対して、そのいわゆる録画とかね、そのテレビで放送するって言った時に、生放送じゃなくて、録画の、性能がどんどん上がってきた時にね、その、オーケストラの人を呼ばないで安上がりでこうできるようになってきた。で、そしたら、歌い手さんだけ、歌手だけ呼んで、で、そのカラオケを流せば、ね、経費が削減できるって。まあ、こういうふうに、業界用語としてカラオケっていうのがスタートしたんだそうでございます。ね。昔はね、カラオケボックスって言ってね、ただ曲をね、こう流してそれに合わせて歌うだけだったのが、ね、今は声出すだけでその女性の声に変わったりとか、ね、デュエットの相手をね、が入ってるものがあって、こう、あたかもデュエットしてるようにできたりとか、紅白歌合戦の機能があったりとか、ね、もちろん点数をつけたりとかしてね、なんかそのビブラートとか抑揚とかそういったものも全部その、音声から読み取って点数つけてくれるって、すごいですよね。なんてね、もうすごいカラオケ楽しいんですけれど、やっぱこのコロナ禍でね、ねえ、私も2年以上行ってないですよ、カラオケ。行きたいわー、カラオケ。つーか、今日は本当だったら川越祭りじゃんね。ねえ、来年こそはです。ねえ、市政100周年ですから、来年こそは川越祭りできるかな。そして、もうそろそろカラオケにも行きたいかな、というふうに思います。さあ、今日はですね、アイドル行ってみましょう。大島優子さんの名言をですね、引っ張ってきました。ライバルって必要だと思います。ライバルがいるから今の自分がいる。まあ、このライバルって、まあ、前田敦子ですか？ああ、でもすごいね。もう最近の AKB の人を私一人も言うことができないんですけど、ね、この頃の AKB の人は、篠田麻里子であるとかね、指原莉乃とか、もう今少ない、4人は言えたわけでしょ？高橋みなみでしょ？パルルは島崎、ちょいちょいね、別にね、テレビ見てなくてもね、言えちゃうんだから、やっぱり社会現象だったんでしょうね。AKB48 って一世を風靡したんだと思います。だって、私、前にいた塾で、塾の社員ですよ。社員で、今日は AKB の総選挙だから、有給取って帰りますって言った人いましたもん。すごいよね。だからなんかそれだけこう熱狂的なファンをね、生む、素晴らしいアイドルだったと思う。でもやっぱ、あれ、だって、その AKB 総選挙って言って1位になるわけでしょ？前田敦子と5世って1位になったり2位になったりとかするわけじゃないですか。あれのために、だってその CD 売り上げて、その握手会で握手したりとか、なんかそういうようないろんなことをやって、ね、まあいろんなのをこう、押しのけてこう、勝つわけですよね。ある意味、まあ勝つわけですよ。ね、そういうライバルにね、勝つためにはどうしたらいいのか。ね、切磋琢磨して、ね、一つのアーティスト作品をこうね、送るっていう、まあそういうすごい環境に彼女たちはいたわけでね。ああいうのを見ると、いや、まあ曲何が知ってるっていうね、そんなにたくさん知ってるわけじゃないんですけれども、そう思うと、ああやってやってる人たちってのはすごく尊敬するなっていうふうに思いますね。アイドルかっこいいと思います。はい。ね、一回ね、秋葉原見に行ってみたかったですけどね。まあ今から行けって言っても。でもちょっと恥ずかしくていけないな。はい。はい、今日はここまでにしたいと思います。皆さん、またね。